の要はひろきさんが電話出なかったから、音の確認するようにお願いします。うん、はい、 OK。 じゃあいただきます。え、よっしゃー、どうもこんにちは、こんにちは、ね、お願いいたします。ということで、今日もですね、こちらハッピーなラジオやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます、あー、すごい観光客の皆さんもいっぱいね、このフロアにいっぱいいる、いますけれども、外国のかな、あ、外国の方じゃないですよね。日本から来ました。あ、県外の方、県外の方ですね。もう、あ、県内ですか、県内の方ですか、県外から来ました。今日はありがとうございます。すいません、もう入り乱れ、入り乱れ、入り乱れてんのか。あ、日本語わかる。あ、なるほど。おう、Thank you, thank you。 なるほど、コメディアンでございます。ジャパニーズコメディアン、コメディアン、コメディアン、あ、コメディアン、そうです、そうです。 Thank you。 あ、Thank you、 Thank you。 どうも、ありがとうございます。ねえ、アジアからいらっしゃって、そうですか、ありがとうございます。いや、もう今いっぱいですからね。ねえ、いや、でもこれはこれで1時間見てもらったら困りますけど、ね、そうですよね、まあ僕通じないですから。なんか言ってますかね、ありがとうございます。ありがとうございます。今日もね、一生懸命頑張っていきたいなと、はい、思ってます。よっしゃー、新本と二人が好きよ、よっしゃー。何回言うのそれ。ゆい、やったぜやったやった。ケンコがね、まあいないですか、二人ということで、やったぜ、リオと二人でしょ。よっしゃ、うれしい、ラッキー、よっしゃ、よっしゃ、二人で語り合ってこれもね、あー、いいね、写真撮ったらいいですよ。あ、オッケーオッケー、あれだ、オッケー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 、レディオ、レディオ、レディオ、いやー、いやー、いや、でもあのラジオってわからないんじゃないですか。なんか、なんか、マジでなんかこうテーブルの前で喋ってるってしか思ってないじゃないですか。思ってないよな、多分。台湾、台湾、ワオ、ああ、台湾、お、小籠包、小籠包、小籠包。オッケーオッケー、ソーリーソーリー、ソーリーソーリー、わからない。めっちゃ良かったよ。台湾人、台湾の人がめっちゃ笑えた。タイミング、タイミング、Thank you、ソーリー、Thank you、ユーチューブ、バイ、再見、再見。再見、チャンペンチャイ、チャンチャイ、チャンモンチャイ、チャンチャイ、もうやったぜ、台湾の人が笑いとってくれ、うぃっしゃ、取れよお前も、台湾の人が笑い取らんと、いや、圧倒されちゃったな、クソ。あ、そうですか、まあね、いや、良かったです。でも本当全員やってるか分かんないですよね。そうね、ラジオって思わないんじゃないですか。あ、多分思わなかったのか、なんかイベントが今ちょっと開催されてるみたいな、ちょっと客いないイベントだなって思ってるでしょうね、またね。違うんですよ、ラジオだから、これは。そうね、ね、客がいないイベントじゃないんですよ。確かに分からんな、これラジオやってるって。いやー、いや、よかったです。いやー、だからグローバルにね、ガンガンこう笑いを取っていかといけないという。まあね、あ、もしかして中村、あの、出てくる、あー、よかった、あー、よかったよかった。なんかあれ、ほんとただうろちょろしてるだからさ、時間持て余してる人なのかな。立ち方がちょっともう、あ、待ってね、あ、ありがとう、ありがとう、よろしくお願いします。中村です。はい、よろしくお願いします。よっしゃー、よっしゃー、ね、中村ちょうどちょうどいいって言ったらあれだけど、うん、なんかいいな、あー、分かる分かる、その、うん、ね、ラジオとかバックする感じ、一緒ですけどね、うん、いやいや、もういい、うん、いい仕事してくれるとも思ってますよ、やっぱり、はい、落ち着きとかも、テンションとかもいい感じですさ。本当ですか、うん、もう分かるわ、中村と荷本は、うん、
合うというか、荷物好きだろ仲間のこと分かれば俺たちお前ちゃん好きそうな一番喋るトーンでいいだろ一番そうなんですか、喋るみんななんかキーが高いというか、はい、疲れるだろいや違う、絶対違うだろワーワーしてそう、ワーワーしてもうワーワーしてそうもう聞くの何見て思う砂嵐ずっと聞く人が多い中で、中でいいトーンでいいトーンなんて言うでしょうか、いいねを聞いたことそうそうそう合うでしょ、合う、うん、本当に合う、それでも分かるんですよ、ありがとうございますそうですよ、そうなんですよ、買ったちょうどぐらい、なんか中村バイト先は一緒とかではないです、新本と中本、相方の中本が、あ、中本、まあ、でもそんな、あ中本そんな出勤してないけど、一緒だったんだけど、あ、一緒なんですか、バイト先が一丁一緒だった、初めて聞きました今もほとんどでも出てないけど、向こうの中村は、うん、そう一緒で、でも中村は違うねそうですね、うん、あ中村、いや今中村も那覇に住んでる、いやまだ宜野座に住んでます、宜野座に住んでるわ、はい、ずっと通ってます、すごいなそれ、宜野座から通うってよっぽどのねえ1時間半くらい慣れるのか、ああいう高速がもうありますから、宜野座ね高速乗ってる、使ってない、いや使ってない、下から来てる、はい、下から来てる、下から来てる、下から来てるわ、これはでもすごいな、読みたんだけど高速できますけど僕、ああまあまあまあ、ずっと、うんうん、もう高速だいぶねバカにならないよ、バカにならないですし、でもねこう慣れてしまったらね、うん、下が来れないんですよ、もう使わなくなってくるな、お前も俺も言ったら高速で来る、もうそれが急いでるときはもう高速使う、下からもうずっと結構早く出ないとやばいです、宝塚だったら11時の時はもう8時半ぐらい出ないと、もういや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 、お前東京行ける、東京行けるよ東京行けるよ、その時間そんぐらいもう感じで、え、マジでそんな感じで出てる、11時集合からも8時半ぐらいに、半時間2時間半ぐらい、うわもうしんどいもん、あでも読めないんですよ、混んでて11時なんですよ、なるほどなるほど、読めなかったら10時とかの違い、はいはい、ああ1時間、ああこの微妙な3時間もな、あるよね、はい、そういうことも曜日とか、うわ、最悪だ、マジっすか、これは、はい、なかなかね、慣れてますもん、あ車中どうしてるか、もう音楽聴いてる、ずっとずっと音楽聴いてる、はい、何聴くんですか、宜野座から那覇まで通う車中は、わー何すかね、あのショーンポールとかなんかそんなおおいいですね、結構あでもそうノリノリでいかんと思う、ノリノリそうだなあげめなんだな、ちょっとあげあげでいかんと思う全然だから、うん、なんて言うでしょう、つかみどころがないというか、うん、まあまあどんな人だろうなっていうなんかイメージ像を立てにくいというか、わかるわかる、どんななんですかね、なんか、すか、うん、一番テンション上がるときなんですか、中村が一番テンション上がるときですか、声上げる、うわーしゃーみたいな、もう足当たるぐらい机に、ダーツ好きなんですよ、あー、うん、ダーツね、はい、なるほどね、好きな人好きですよね、はい、本当ダーツ、ね、好きそうだな、なんかなんか好きそうだな、ダーツ好きなんです、うん、でブルー3回決まった時はもうテンション上がる、ブルーね、はい、あー真ん中のやつですね、真ん中3回決まった時はもうテンション上がった、テンション上がります、ガッツポーズもした、ガッツポーズがしても一人で行く時もあるんで、そんなに好きだな、ダーツ一人で5時間とか投げたりします、でも今はもう時間がないんであんま投げてないんですけど、うん、時間ある時間、時間とかマジで、はい、でお前もダーツやるんじゃなかったっけ、まあ、たまにやる、うん、そんないい格好で、いやダーツやる人みんないい格好したいだけ、そうじゃない、俺はもう付き合いだけど、こっちはどうなのかな、ここまでやることは全然ないからな、ダーツ、ビリヤード、うん、ね、まあ、そういうお店もありますけど、はいはい、ダーツ、ビリヤード、その辺な、ここら辺どうなの、楽しい、いや何が楽しい、ダーツのその魅力というか、ダーツですかね、うん、あの一人で行った時は、うん、隣にいる人に声かけて、はいはい、うん、なんか勝負挑むんですよ、うん、ちょいやそんマジで、はい、そんなのちょっと勝負しませんか、うん、みたいな、うん、ちょそれでなんか仲良く深まったりするんですよ、喋、うん、って友達が増えるみたいな、なかなかだな、はい、それでダーツでこう友達になった人が、はい、女の人とかもいるんですよ、あそれいいじゃないですか、そういう人とかもいるんですよ、あ、はいはい、それがめっちゃ魅力なんですよ、はいはい、女の上手い人と、でも一人でやった人はいないでしょ、一人でダーツしてる女の人はいないでしょ、いますよ、いる、はい、えそれめっちゃいいし、でもそれでこうやって勝負しませんかって言って、うん、って声かけてやったり、まあ、これ普通なんだ、向こうも何パってるから、あ、はい、勝負しましょうっていう、えそんなあるんだったら、でもめっちゃいいじゃないですか、ダーツめっちゃいいし、はい、
それでなんか、はい、なんか出会ったこととかもあると、うん、女の人と仲良くなったこともある。あ、ありますあります。マジで？はい。でたまになんかお店行った時に、あ、また来たねみたいな。ああ、めっちゃいいじゃないですか。でもなんかそんな変な関係ではないですよ、はい、ただ、なんか勝負する相手みたいな、うん、まあ、その時はね、またやるみたいな感じで、また来た時あ、また勝負するみたいないい、はい、いや、まあ、そういうね、関係を築いていかないと、すぐ、すぐもう女の人見たら、すぐっていうさ、お前やで、いや、俺じゃないし、いや、俺もかも、いや、こっちの方が相当だよ、手は早いから、手は早いのはお前だよ、本当に。手が早い、手早いってどういう意味なの？関係築いてって、信頼関係を生んだ後にそうなるかもしれんけど、うん、もうそうやってしても、すぐそうなったら、もう勝負とかそんな関係なくなってくるから。うん、まあ、まあ、ダーツを楽しむっていう、はい、そうことで、あ、はあ、いいな、でもそれ、まあ、マッチュアルで、そんな出会いもあるんだったらダーツ、あ、でも行きつけのお店とかがあるんだ、ね、もう、あ、あります、あります、あ、なるほど、そういうのか、はい、あ、カシスもラジオやってるんでしたっけ、ハッピーなハライチ、あ、僕たちはやってないですけど、でもたまになんかピンチヒッターとかでやったことあるし、うん、あ、ピンチヒッターね、なるほど、なるほど、なんか代打として、代打の切り札みたいなのが雰囲気ありますもんね、なんか代打カシス、マジっすか、特に中村体格かな、単純に野球の代打の切り札的なもん、体格ってこっちから、あ、イメージある、イメージだと右のね、右で代打なら、はい、左ピッチャーだったら中村、代打中村野球もやってたんでしょ。僕野球やってました。ギノザ、いや、ギノザで野球やるってすごいですよ。ギノザ高校でしょ、はい、高校も強いから、めっちゃ。そうそうそう、はそうですね、もう厳しい。もう僕らの世代でギノザ高校って言ったら、うん、もう甲子園出てるもうイメージですから。そう、ちょうどちょうど出てましたね、あの比嘉優とか、そう、ああ、そうそうそう、え、あのカーブの比嘉、カーブ比嘉優か、はい、とか、加用加用総研、カヨも多いでしょ、ギノザ。カヨですね、そこら辺多いですよ。そう、カヨっていう名前、だいたい下に層がつくっていう。はい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 、そのギノザ高校でやったんです、すごいですよ。練習が厳しかったですからね、もう。じゃあレギュラーだった、そのスタメンで出てた。スタメンでは出てました、はい、めっちゃすごいでしょ、ギノザ高校でスタメンで出てた。何番バッターで？僕ですか、うん、僕2番とかですよ。2番なんでよ、絶対2番じゃないだろう、タイプって、そう、見た目と違うじゃないですか、ギャップがある。そう、なんかそのなんていうんですかね、バントめっちゃするんですよ、ギノザって。いやー、すごい、確かにバント練習多いって聞きますね、はい、でバントがめちゃくちゃ上手くて、はい、2番に任されたりとか、あ、なんか打てるしみたいな。あ、1番が出なかったら自分が出てみたいな。で、あ、なるほどね、はい、送りバントもできて、はい、打つこともできる。基本そういうタイプだった。なんかパワーヒッターのタイプではなかったっけ、中村。僕はなんかつなぐみたいな感じでなんか基本こんな間抜くみたいな、間抜くバッティングした右打ちしてたよ、右打ちしてた。豪快な打球をバンバン飛ばす人じゃなかったもん。いや、全然違う。なんか全然ギャップがあるな。全然違うだ。そうですか。でも、ギノザ高校の打順の決め方って、うん、調子いい順から並べるんですよ。うん、なんか進んでるな、はい。メジャーリーグの考え方じゃん、それ。今の。いや、ほんとそうですよ、うん、今。調子いい順から。だから、2番の時もあれば、なんか本当に9番の時もあるみたいな。はい、今のメジャーリーグとかはそうらしい、うん、このあ、そういうところもあるっていう、うん、あの、はい、打率がいい順に上から並べていくんですよ、あの役割と関係なしで、はい、なるほどね、うん、みたいな、だから考え方、いや、今だって進んでますよ、でも、まあまあ、そうだ、昔から見ててそうでしたもん、うん、確かに確かに、だからやっぱね、このバントとか、うん、小技をこう、はい、極めていくみたいなチームからじゃないですか、はい、であれなんですよ、ピンチとか誰かがミスったときに、うん、僕らがこう見てたやつはミスったときにこう、みんなでこう集まってこう抱き合いながら笑うみたいな、あ、う、あ、ん、そう、だからチームから上がって、はいはいはい、僕の弟がめっちゃ文句言ってましたけどね、それ笑うな、いや、いいやし、ピンチなのになんでいいやし、それって怒ってましたけど、でもそれがまあ多分いいんでしょう、あ、このね、メンタル的にこう、救ってか、なんかリラックスさせる、ピンチの時に、はい、だからピンチやばいなっていう顔をせずに、はいはいはい、こうだからなんかね、冗談みたいなこと言って笑い合うみたいな、そんなんだったら仲間がいて、僕たちもそうでしたね、とりあえずなんか変な顔したらなんか、うん、怒られるんですよ、あ、怒られる、笑えみたいな、
笑っとけよみたいな、そうそうそう、そんな感じでしたから鬼怒座高校って全然出てこないし、鬼怒座高校の知識、鬼怒座高校いやいや、じゃあ野球もやってたのに知らんな、鬼怒座高校誰がいたっけ、え、なんで覚えてんの、もうライブリーで俺たち21世紀枠高校生の時に鬼怒座高校、うん、そう21世紀枠で甲子園行って話題になってたのに、うん、なんで見てなかった、いやそれは見てたけど、うん、どんな試合内容とかも俺一切覚えてないしさ、マジっすか、内容は覚えてないけど、うん、なんかキャラクターは覚えてるんですよ、その比嘉優がいたりとか、カーブがそのそう、加藤壮健もめっちゃでかいと、あとキャプテンしか覚えてない、キャプテン誰でしたっけ、え、ショートの人じゃなかった、セカンドです、あ、セカンドか、安富優、あ、安富、そうそう、安富、ああ、そうです、この3人ぐらいけど、でこの人はパワーヒッターでホームランガンガン打つ、そうですね、あ、本当この3人ぐらいしか知らんくし、いや、俺もそんな覚えてないけど、うん、なんかってなんか適当に言えないし、一応言うと適当には言えんだろ、大体なんか適当に言え、もっと間違ってた方がいいですよ、もう適当でいい、はい、適当で大丈夫ですよ結構でもだから、うん、僕練習試合行ったことありますけど、うん、あのグローブをこうライン際にこう置いて、うん、そこにこう延々バントするみたいな、あー、ありました、あった、こう練習してるの見ましたもん、それグローブに入れるみたいな、まあ、グローブにこうめっちゃ1000人、そう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 、やって入れるみたいな、グラウンドレフト方向狭くなかった、そうですね、めっちゃ狭いですよ、でもな、はい、レフトにホームランガンガン打ってたな、そのヤシトミが、はいはい、あ、ヤシトミが、ヤシトミが打ってた、あ、そうなんですかそれは、すごいっすね、やっぱ現在野球やってたっていう、昨日だでもレギュラーって相当まあ、レベルめっちゃうまい人ですよ、まあ俺も一応明徳義塾からスカウト来たけど、来てないってだから中学いや来たってだからめっちゃ名門じゃないですか、明徳義塾来たわけ、中学生の時に明徳義塾のスカウトがもういつも俺のとこに来てから入らんか入らんかって言ってたってば、だからで言ってるただのおっさんだろ、だから明徳義塾のスカウトって言ってるおっさんがその毎日現れるか、見ただろお前も、俺が言われてる、中学生の時巻き終わっただよ、だからなんか団地が近いわけよ、はいはい、あの古源中学校って中学なんだけど、はい、団地が近くグランドの横にすぐ団地があって、うん、まあいつもその練習時間ぐらいになったら団地のなんかこの隙間、あ、谷間みたいなところがわーってこうボロボロのおじさんが現れてあ、おい、おい、おい、お前来いって呼ばれてから、いつも身長でかいな、お前はもういいから、ね、本当に明徳義塾に来たお前活躍できる、ちょっとおかしいだろ、おしゃべり俺がだからパイプ役でつなぐから、うん、お前絶対明徳に入るよ、お前はうちの先生だから、そう、はい、そう、まあ、蹴ってか僕読みたい高校に行きました、蹴ったんじゃないか、そうじゃないって絶対ずっといるわけない、そんな明徳義塾のスカウトが沖縄に1位、たまたま来てたかもしれない、たまたま来てたかもしれない、でもうずっともう2年間ぐらいずっと来てた、2年間ずっとスカウト密着して、なんで古源中学校にずっといるわ見っ張る全国明徳義塾のスカウトって言ってたでしょ、あのおじさんでもおっさんが言ってるだけじゃ、だから明徳義塾の勝ってた、地面和歌山ともつながってるって言ってたでしょ地面ともつながってるし、なんで明徳、まあ、明徳の方がパイプは太いけどみたいな、あー、いえ、僕が打ったファールがもうとんでもなかったんですって、うん、それに見抜いて、もう一球で見抜いたらしいわけよ、俺が打った特大ファールが、うん、これはもううちの明徳来たらいけると絶対こいつはこいつ入れないとあの俺がこう明徳のスカウトになった意味ないみたいな感じ、いつも当時は俺たちもちょっと信じてたから、はい、明徳のスカウト来たと思って翔、はい、先輩ともう一人マッシー先輩ってこの二人ヤバいやつだってなってたもん、はい、マジで絶対嘘だから、でも今思ったらヤバい、そうだね、高校入ってくれから、まあ、あれは嘘だったなってだんだん気づくやつポロポロの人で、いやー、でも沖野さんでなんかレギュラーだったらスカウトみたいなの来なかったですか、どっかから 大学にしろ、まあ沖伝とかもあるし、あ、社会人プロ野球もあるし、うん、ああでも大学はあの沖大は野球で入りました僕、あ、野球で、はい、大学まで野球やるってよっぽどですよ、相当だな、相当ですよ、大学まで4年間やりました、ね、あ、やったんだ、はい、やりました、やりました、沖縄野球、はい、あれ高校の時とかもそうですけど、なんかマジでめんどくさい OB とか来なかったですか、あ、来ましたよ、あれなんでしょうね、高校野球特にそうだと思うんですけど、まあ来るな、めんどくさい OB の人来ますよねめんどくさいっていうか、まあ確かに結構めんどくさいな、おー、ジャパンっていうあだ名の、はい、ジャパンっていうあだ名のなんか OB がいつも来て、このおうちが高校生の時に、は
なんか やるんですけど、なんかね結構言うわけよ、言ってくるんですよ、めっちゃ。でバッティング指導されたやつは大体スランプ落ちるわけよ、大体そいつに指導されてる。そうそう、誰も求めてないよ、ジャパンが来ること、うん、いつも来るわよあいつだけど、マジですか、勝手に来て、勝手に来てこうなんか、そう、俺のスポンサーのなんかグローブがなんちゃうとか言えばそう、ついてないわスポンサーついてる、これも吹かしてるスポンサーついてるふうに言ってるわでもたまにいました、来てた OB もなんか、うん、なんか僕たちは、うん、でも練習とかはもう自由なんですよ、自分たちで考えるんですよ、うん、はいはいはい、だからなんかサッカーとかもやってて、うん、理由があってキャプテンがサッカーやっていいよみたいな、ほうほうほう、それに OB とかいましたよ、なんか、あ、なるほどね、はいはい、なるほどね、はいはい、何してんのみたいな、あ、もうその時とはもう監督とはもう全然違うんだもん、はい、監督とはもう違います、あ、でもなんか練習は自由でした、なるほどね、そういえばあれし、野球の映画で一緒だったし、お前たちだっただった、はい、で、なんかそのやれ、しかし面白いピスト面白い、面白いとか話せ、ケンゴとこいつずっと一緒いたんだよな、いればいいでしょ、お前ももっと人と絡め俺誰といたかな、あ、僕あれはニーボさんの話ありますよ、え、マジで、何、なんか丸坊主全員やらされるんですよ、あ、坊主みんな丸坊主で、はい、うん、まあまあまあ、初日、うん、なんかニーボさんだけ丸坊主じゃなかったんですよ、うんうんうん、うん、でその日ホテルで着るって言って、うん、で、なんかじゃあ、ニモさん丸坊主するんですかって言って、うんうんうん、するよ、でも俺が今から丸坊主するのは、うん、絶対誰にも言うなみたいな、今から何だかそれ、なんか俺裸になるからああそうねそうねそう、ケンゴだけには絶対言うなみたいな、うん、写真撮るからっつって、うんうん、裸見られたくないからって言って、ずっとなんか僕それで怒られて、全裸だったから、全裸全裸、いや髪の毛つくやし、パンツも替えもないし、そんなに、うん、まあ、まあそうかもしれない、全裸並んでもいいじゃないですか、別に髪切るぐらいで、上脱いでパンツだけでもいい、切るぐらいで、いやパンツもだからなかったし、替えが1週間止まるってだってさ、あ、まあ、1週間でしょ、でタオルもまあパンツ何枚も1週間止まる、パンツ何枚持って、5枚でしょ、5枚ぐらいまあ5枚でしょ、これ使ってしまったらもう大変よ、あとはだからもう、まあ、パンツの替えもそんなに余裕がある方じゃないから、全裸でってよ、しょっいや別に全裸、まあ全裸でやったとしても、うん、仮に見られたとしてもいいやし、別に見られたくはないやし、なんでちっちゃいからだ、どうせマジちっちゃいけど、こいつ見た見ました見ました、ほんとによ、イソジンのよ蓋くらいいや言い過ぎ言い過ぎ、それは言い過ぎだ、いやそう、いやそれは言い過ぎ、赤い部分があるしイソジンの蓋くらいそれは言い過ぎしましたもん、ちっちゃすぎて、うん、だそういうのも嫌な人と思いましたいや、嫌な人あんな作ってるわけないでしょ、お前作ってるやん、バカされやん、ないのかないのか、あったやつ、2くらいのあるやつだからいや、だからそういうのも嫌な、あれどんな人使うわ、使えんだろ、使えるわ、あれだからびっくりするからなるわよ、だからお前たちが思ってる以上にあれ執行で執行できるちゃんとできるよ、立って、立ちショーも無理だよな、できるんだから基本立ちちゃうんだよ、基本えできる、嘘、じゃあお前ち思ってるじゃん、違う、あのタイミングとかもあるわ、何タイミングって言われるよ、タイミングが、あーちょっと今じゃないやつだっていうタイミングもあるわ、基本一緒じゃないですか、いや縮むでしょやっぱりそういうのは縮むマジですか、うん、でもあれびっくりしましたね、そう髪切ってそうやったっていう、そうやって、まあでもまあ見に来てたこいつが、うん、うわっつってまたすぐ言いました、僕ケンゴさん、うわっつって何すかこれってなるわ、うわもう予測できるやし、もういいよと、こんな俺の あれ見ていじるのはもういじられるの嫌な人に、いやいいよ、なんかいじられるの、なんかいやもう こんなのとかやし、もううわーってもう、だからだからいじられてるわけでしょ人に、はい、いやいい、おいしい羨ましい、俺めっちゃいじられてるし、いい、俺もチンチンとかいいよ、もう嫌だもん、ここそれは嫌だもん、まあそれから考えたらめっちゃ伸びましたね、髪の毛も、あーね、今日だからもうみんな、うん、今日は朝、僕朝て昼来たらみんなにこう、うん、髪が伸びてる伸びてる言われて、みんな言うからもう一応聞いたと思って、僕はもうだからあれしましたけどやめてマジで武漢の僕はあの木田さんって方知ってるかな、はい、もうあの人ね、やっぱ俺をいじってくれるわけよ、いじってくれる、いじってくれるわけよいつも遅刻が多いから俺に向かって荷物いるっつって、ちょっと荷物探してきて、もう向かってね、そう俺に向かって荷物いるっつって、こう、
時間ないからもう今出番だからっていうの毎回やるわけよ、はい、あ、で新潟は今すいません、あ、僕に言ってるじゃないですか、あ、毎回そういうノリがある、ノリがあって、それも毎回って言うそれが好きなんだよな、お前そのノリがいやいや、好きっていうか、まあそれはありがたいなって言われたらやるぞ、それは、はい、でもまあ、なければないで、その日常はいいんだけど、はい、でも楽しい、楽しいでしょ、でもまあまあ、楽しい、楽しいっていうか、やってくるから、まあ、嫌なの、嫌なの、その絡み嫌なの、嫌じゃない、嫌じゃないけど、毎日はまあそんな必要ないけど、たまにぐらい、いや、もうなんか、ネタ合わせしてる最中とかも急に来るわけよ、もう、今じゃないよっていうタイミングだから、とか、出る1秒前とかにも言うわけよ、行こうとした時に、まあ、じゃあもう行くかって言ってみて、もう行くかって言って、もういるいるいるって言いながら出たりとか、そう、いやいやいや、そんな時は、そのね、明るい人が、楽しい人がいるんだけど、その人と俺を絡まそうとするわけよ。いいわけよ。いや、パイプ役になってるでしょ、俺が。いい、いいわけよ。もうパイ、もうパイプなくても絡んでんだから、普段。わざわざ、なんか、外を、あげ、あ、なんか、あら、あがらげて、その髪の毛が伸びてるから、切るみたいなことになって、はい、じゃあ、ひなさんが、じゃあ私が切るって言ったのか分からない。いいよって言った。お前が下の楽屋にいて、俺が上にいるときに、おひなさんが、リュウって、兄くんリュウタが、うん、で、松田さん、新本さんの髪やばいっすよ、めっちゃ伸びてますよって来たから、うん、木田さんがそれに乗っかって、あ、やっぱり。あの、じゃあ俺が切ろうって言ったから、やっぱり。あ、もうじゃあ、やばい。俺た、ここでこうしてるわけにはいかないんだよって。早く新本連れてこい。俺、引っ張られてこいしたら、新本、新本ってしたら連れて、ね、連れてきて、で、木田さんがお前髪切るって言って、めっちゃ嫌がってるわ、こいつ。いい、マジでいい、もう音楽朝からやめて、もう俺が連れて行かんでって言うけど、もう使命感があるから早く連れてから、木田さんからも連れてから、もう全然止まらない。木田さん髪切るって言ってるし、こう上の方に連れてって木田さん連れて行きましたよっつって、あー、じゃあ切ろうなっつってこれなんか椅子に座らして、はい、おー、なんか布みたいのかぶして、はい、こうね、鏡みたいのをバーンって前に置いて、来て、大したオチもなく、なく、そう、本当に美容室コントがちょっと始まったけど、ふわって終わらなきゃ、いつも、始まってもなかったそう、始まってもない、ただ、もう始まりだけ、そう、どうしますかみたいなこと言うんだけど、うん、ああ、じゃあこんな感じですって、結構周りに人も集まってきてるしな、そうそうそう、緊張したはずな、緊張したはずな、あんなに人集まると思ってなかったし、で、いつも終わるのは、ははははで終わるわけ、もう、あの人が笑ったら、あのコント終了、なんだか、これ。毎日絡まれてるんですよ、毎日、うん、で、うん、俺にもそうだし、クルマさんにもやるわけ、はい、そうなんですか、クルマさんにもやるんですか、なんか、ポッキーやってる、ポッキーって今日もポッキーだったから、ポッキーやってって言うわけよ、うん、ポッキーってなんですかって言ったら、あの何、お尻の検査、胸中検査のことポッキーって言うらしいわけよ、そうなんだ、ポッキーやってきたって毎回言って、いや、ポッキーやりませんっていうのを毎回クルマさんやってらっしゃるポッキー何年前何年前なんでしょ、やるから見なんだわ、マジ幼虫消せるかそう、毎日これ毎日やってるんだよ、何だわ、そのポッキーって何ですかって、幼虫消せることで毎回やってくるわけよ、あ、俺も一緒、それもいつも荷物を遅刻するいないねっていう話振られてくるんですよ、はず、ね、毎日やってくるよな、あの人って俺とクーマさん被害者でも被害者いじられないで羨ましいっすよ、羨ましいわ、羨ましいわ、そのくだりが一通り終わってから、うん、謝りに行ったしちゃうと、お前にいや、それもいらんだよ、だからやらんければいいんだよ、ごめんな、ごめんな、朝からごめんな、ちょいちょいってそれが腹立つもんだったらやるなじゃん、謝りに行ったのにこんなして言うわけよいや、懐に入ろうと思えば、いくらでも行ける、あの人そうか、すぐ入れる、なんか朝だし、そう、もうワンパターンでいいかな、ワンパターンでワンパターンで、3ヶ月を持ってあんまりいじられないですか、中村も、うん、人に、あ、僕はいじられますよ、あ、いじられるか、られるよ、いじられるな、なんか、岸をガツンと岸本、はい、ね、猫のかけらのガツンと岸本が地元の直属の後輩と、そうです、学校の後輩、はい、そうなんだ、学校ので、なんか春季22とかって普通、ああ、いいじゃない、そういう感じで、春季22って俺たちで言ったらギャングマンもそんな感じで、そうそうそう、本当に高校も一緒 で部活も一緒で、部活も一緒だったし、本当に後輩っていう、うん、で、絡みもなんかその地元の絡みとかあるんで、うんうんうん、まあ、そのいじられ方はありますよ、はい、ズンとかいじられる、あるその、なんていうか、セットがあるな、はいはい、はい、あのなんかあいつ僕高校の時から漫才やってたんですよ、
誰と誰が？僕が。あ、中村が。はい、違う違う言い方。で、あいつは高校1年だって。で見てて、いつもなんか。あでも俺高校の時中村あ春季のこと全然面白くないと思ったけど芸人になって気づいたら面白いなみたいな変ないじり方するんですよ。あ高校の時は思っときゃみたいな。いいですね、そのスローなツッコミがいいですよね。なんかそのネタ作るのがずっと作って高校の時から、はいはい、そのすごいな。そのあれが嫌だったみたいな。岸本はなんかノリでなんかラグビー部だったんです、あいつらは。ラグビー部もなんかやってて、ラグビー部はなんか勢いで笑ってる。わかるね。その問題出てきますよ、高校生の時。出てくるね。こう勢いとかノリだけでこう行って、でちょっと男子が女の人は笑ってるよ、うん、女の人は笑ってるけど、うん、男はこう、エネルギーが面白いのくった。そう勢いだけやし、そう中身が面白い、中身がないやつ、ね、みたいな、で、中身がないっていうか、僕はそういう別に見方してないけど、そういう感じはありましたね、雰囲気は、ノリだけで笑わすみたいな。で、割と、まあ、中村とかは俺もそうでしたけど、どっちかっていうと、こうなんか作っていきたいみたいな、ちゃんとお笑いをみたいなタイプが、こう体育会系のグワーっていうやつをフッっていう。だからお前が、高校の時漫才とかよくやってたんですけど、その時に僕が卒業する前は一緒に漫才作ってやったりしたんですよ。僕は卒業してから、新本と健吾だけで何やるかっていう時に、その時流行ってた、なんか、トトロキの真似とか言ったんですよ。わーはい、その写真で見て、話を送った。いや、半パクリやし。いや、違う、それは。人のものやし。それはあったわけよ、しゃあなしに。しゃあなしで、しゃあなしあったわけよ。俺がやりたい意識が低いよ、それ。それやりたい。それ受けるかもしれん。今受けたけど、めっちゃ。いや、それはそうでしょ、受けるよ。だってテレビで見てる人のもんだね。初めて、なんか野球部でダンス踊ることになったわけよ。なんていうんですか。他の部活を応援するために。やってて、やって、いいからやって、とどろきやってじゃん。やってて、俺一言も喋ないよ、俺。ギューンも言わないんだよ、俺。だって、とどろきでギューンって言うじゃん。ギューンも言わないんだよ。ただあのメイクして、とりあえずダンス踊るって喋れんし、ダンス踊るって。ダンスってでもどうするかってなった時に、いやいや、ダンスで笑わすって難しいだろって。でも、他の、なんていうの、先生とかからはダンスやってほしいと。で、それで盛り上げて、これを定番にしてほしい。でも本当に今、まだダンスやってるわけよ。その盛り上げるために、はい、このなんて高校総体とか、はい、ではダンスやる文化が今根付いてるわけよ、俺たちがやってね。でもそれで笑わすためにしゃあなしで、まあ苦肉の策で、じゃあもう変な格好するしかないしってあって、トトロキの格好パクったんでしょ、だから結局。そのダンスはダンスでひねり出せばいいし、俺ひねり出してからめっちゃ笑い取ったよ、高校の時。いや、君らは見てないですけども、卒業するときに、卒業ライブっていうのをライブハウス借りてやるんですよ。やったんですよ、やってない、おもち。一個しかやってないやっぱ。卒業ライブ同級生やったっけ。いや、俺、前、上の学年とかやってったんって言うけどな。おもちで終わったのかな、じゃあ。多分やってんの。マジで。いや、やって、で、なんか、歌う人は、こう、歌って、バンドやってる人は、こう、バンドで歌って。ああ、体育館で。だから、ライブハウスって言ってた。ヒューマンステージ。あれじゃあ10番ステージ借りてからやっちゃった、やったわけよ。で、おうちもこう野球部でこうダンス、踊ろうみたいなことになって、まあなんか光源氏のなんかこう、パロディみたいなことでみんなでやって、で、俺はもうもう武器隠し持ってて、股間にチュッパチャップス山ほど入れてて、それを掴んでこうバーンってばらまくっていうやつやって、まあ受けたよね。それでもそれビッキーズさんのパクリだから、それは。あめ玉投げるってお前もう何十年前からやってるか、お前。たまたま中学校たまたまかぶったみたいな。チュッパチャップスかあめ玉かだけでやってるから。股間にバーやるってやってるから。パクリだから、それはお前。そうだな。それやってるからな。すでにテレビでやってるから。そこ、その時特に一番見てたの見たんじゃないか。いや、でもそれだから、みんなこの同級生のイメージが、なんか、なんて言うんでしょうね、こう、人のやつを、ノリノリ系のやつを、ふんっていう目で見てるってイメージがあったから、その俺が、この力技で、こう、
飴をチップチャップスをばらまいてるっていうのはこうギャップがこう受けたわけですよ。あ、まさかマジで、あ、ショーの股間からチュッパチャップスが出てくるとは思わなかったってみんなあの、その当時はじゃあ意外性があったよ、そこにはお前そういう風にじゃあ 見られてたんだ。見られてから、そうそうそう、なるほどね、うん、それだから受けてやったよ。 あ、 あ、いいな。あ、でもまあ、うん、まあ、確かにそういうタイプだな。タイプ的にはさ、他の部活のやつ見てなんか、あ、うん、あ、そういう時はなんか、ああみたいな、なんかちょっと違うな、パクってんなみたいな、パクってんなみたいな、そうね、あ、パクってるって言わなくてもこうニュアンス似てるなとか、そうそうそう、なんかありますもんね。そうそうそう、あ確かにそうですね。そんなタイプ、いやー、宜野座から未だに通ってるっていうのはびっくりだな。でも、もうよ、でも4年ぐらいはもうそんなっすよ、もう。あ、宜野座から、はい、もう養成所の時からもうずっと宜野座なんで、ああ、これはなかなかですよ。相方もそうか、なんか、はい、相方は名古屋です。名古屋か、マジで何もないっすもんね、宜野座って全然何もないっすよ。え、ちょっと、いや、何があったの、まあな、自然がいっぱいで、はい、確か何があるっけ。え、いや、宜野座は高校生ですか、本当に。宜野座高校、スイカはなき人か、はい、まあ、宜野座はなんでしょうね、まあ、野球は。いちご狩りもあります、宜野座で。いちご狩りありましたっけ、いちご狩り、いちご狩りとかめっちゃいいやし、いちご狩り彼女ができたらめっちゃ行きたいし、いちご狩り45分いちご食べ放題です。食べ放題だ、はい、いくらいくらで700円ぐらいじゃん、マジで、はい、それいいな。一回やったんですよ、うん、そんな食べないですよ、マジで。あ、マジで、いちごだけは食べない。あ、45分いちご食べ続けるのなかなか厳しいかもしれないですけど、いやでもそのね、うん、行為というか雰囲気が楽しいから、楽しい楽しい。宜野座出身結構いますよ、出身の人、芸人で、芸人さんで、はい、あ、誰でしょう、オリオンリーグの玉安さん、はいはい、あー、なるほどなるほど、ストロベリーさん、ストロベリーの、ストロベリーさん、はい、そうですね、宜野座、あ、すごいな。芸人ではないですけど、図鑑とかなんかバンドの、バンドの図鑑とかあれで、昨日だし、あ、はいはいはい、明るい、明るいな、なんか、あ、なんかでも、宜野座の人の顔って分かりません、宜野座の顔してるような、してるしてるしてる、宜野座の顔ってあります、あるあるある、ある、これも本当に失礼だけど、なんかこう、もう本当に二十歳くらいの時に先輩と居酒屋に飲みに行って、なんか北部っていう人の顔の店員さんがいたんですよ、男わかる、なんか北部っていう、北部顔ってあるさ、なんかで、そういうの人がいて、絶対宜野座の人、あの人先輩も絶対宜野座自分では分からないですよ、世間先輩と私が受け、あれ絶対昨日さですさあ見とけよや呼んでから聞くか、すいませんどこの人ですかってから、泣き人ってから泣き人だばやでもでもやっぱり、うん、近いじゃないですか、泣き人と昨日近いじゃないですか、はいはいはい、やっぱあるんですよね、その顔が、あるな、パッと見て、茶炭の居酒屋ですよ、うん、茶炭の居酒屋でパッと見て、うん、絶対宜野座っていう顔があるぐらいですから、絶対宜野座、その泣き人だったわけですから、はいはい、結局それもでもあるある、でも、うん、僕は分からないですね、でも、いや北部の顔でも喋ったら北部だなって分かるんですよ、でもまだそこまででもまだ訛りは、そう、訛りがないんですよ、まあないよな、僕はまだ大丈夫ですけど、相方の中本は、中本は電子なわけですね、訛ってますね、訛りはもうないな、そうそう、名古屋の方がなまってるのは、それで言ったらなまってるな、じゃあだから僕らのね、高校時代の先生なんてめっちゃなまってました、うん、名古屋、めっちゃくちゃ出身ね、うん、金城武っていう、そう、金武、自分に負けるなよっていう人がいたんですよ、バカたれって、うるさいよっていう人がいて、めっちゃなまってる、そう、めっちゃなまってて、本当にこんなだけ、うん、でも僕のなまりは多分一生取れないと思いますよ、なんか、あー、まあ、取れないかもしんないですね、癖が強いんで、僕らってなまってます、いや、なまってないです、なまってない、あ、なんか普通、なんか普通、なんか北部が強すぎてもう、うん、なまってんなみたいな思ってないです、まあ、北部の人からしたら自分はもうそれだから、うん、他のところがなまってるなと思うでしょうしね、あー、なるほどね、うん、はいはいはい、他のところがこう、うん、自分たちと違うから、南部なまってん、南部なまりとか、それ南部なまりとかは分かります、
なんか、うん、あ、分かるんだ。南部の人って言葉、南部の人は南部の人であるから、訛りが訛り、南部の訛りは、そう、気づかんな、南部の人。そう、大丈夫、大丈夫、知らないでしょ。知らない、チャタンとかだったらまだ、なんか、チャタン、別に訛ってないし、チャタンの人一応喋り方がなんか一応特徴あるような、喋り方、喋り方あるよ。ああ、南部の通じない言葉とかあります。北部に住んでて、南部来たら通じないとか、うん、え、言葉どう、どんなのあります。言葉あるか、僕もだけで使ってるやつ。僕たちはあの、うん、大丈夫かっていう時に、うん、大ビかって言うんですよ。大ビか、それは分かる、お前とか。大ビか、で大ビって何って言って、うん、あれしたんのって、大丈夫って意味だよって言ったら、名古だなとか言われたりしますけど。あ、大ビか、分からん。あとはドゥーグレイとか、あ、ドゥーグレイ、気まずいっていうこと。ドゥーグルドゥーグルさよは、まあ、はい、あの方言としてね、はい、ありますけど、ドゥーグルいってはなかなか言わないかもしれないですね。はい、使わんな。うん。てか通じなかった時はなんか、こ、最初は困りました。那覇来た時、大学が那覇だったんで。ああ、はい、なるほどね。はい、はいはい、はい。そっかそっか。あとなんか皿とか使うんですよ。皿。皿？デージのことを皿とか。皿、皿、皿痛い。とってもめっちゃ。初めて聞いた。皿痛い、皿痛いとか、皿痛い、はい、全然違いますねそれね。分からんな。でも今はもう本当に使わないですけども、うん、ああ、まあ、あの人俺と同じ帽子持って、分からない、なんか誰だよあの人ただの中アジアの女の人だ。この人でしょ同じ帽子持ってた最近買った帽子と同じ帽子声かけてくるじゃんもう声かけてくる。皿一緒やしさとっても一緒やしさそうですか、はい、本当にね、うん、ありますからね、この社会の問題というか、はい、そうね、通じないことも出てきますもんね、はい、そう、で僕らなんかでも あれとか真剣とか僕めっちゃ言うんですけど、うん、あんまり言わなくないですか、俺以外の人。真剣、もう俺めっちゃ言うわ今日、うん、真剣、うん、って、うん、ああ言うね、言う、普段真剣言わないっすね。真剣は言わんな。で、なんて言えば、真剣っていうときなんて言えば、マジででしょ、うん、ああ、マジ、マジで、マジで言ってるとか、うん、ああ、で真剣ではないさ、でも使って真剣ではないけどマジでより、うん、なんか聞き迫ってんだなこの人って言うのが分かるでしょ真剣って言った方が。いや、ほんと聞き迫るような内容だったら、うん、もしか使うかもしれんけど、うん、普段あんまり使うんでしょ、しまあ、日本語としてはあまりないというか、うん、おかしいかもしれんけど、うん、そのやっぱ気持ちを伝える上でいいじゃないですか、はいはい、真剣って確かに聞き迫ってる感は出てる、真剣。もう鬼しか言わない時期もありましたけどね。あ、鬼、多分18、19ぐらいの時は、うん、もう鬼ってしかよ、もうほぼ言ってなかった。鬼やみたいな。鬼、鬼はでもみんな使ってたな。あ、うん、鬼、バケとか。あ、バケも使ってた。使った。使ってます。バケってね。バケ。バケ。使わなかった。定型バケとか。ああ。バケ。だバケってだから鬼と一緒でしょ大体。そのバケモノってみたいな。そう。バケ。バケモン的なことで。バケ。鬼バケマジで。とか。うん。同じ言葉並べてるだけだけど。そうですね。鬼。寿司とか見ました。寿司って。他らやるやし、やるじゃんっていうこと。あ、寿司、使わないですね。寿司って言わんかった。寿司は言わんない。寿司とか言わんかったわ。小学校の時、高校とかやってからいろいろやったりしなかった。高校知ってる、高校知ってる、高校は知ってる、知らないですね。高校知ってるだろ。高校知ってるよ。あれな、サッカーボールをこう円描いてワンバウンドでこう、うん、あーこう、ツーバウンドでするっていう、ツー、はい、バウンドさせる。ツーバウンドは、じゃあツーバウンドは、まあ、また中学だめ。あ、嘘で、ノーバンが大学だめ。あ、マジで、うん、オリジン浅はかやねんエスカレーターしかえ、七落としなんだろ、まだ何回目かこっちね、やめやすい何回目かや、このため落とすのそう、あったあった、初めて来ましたね。そう、高校、はい、高校、これでだからいいのあったら、うん、USCA って言ったりとか、テクってるややとか言ってたんですよ。テクってるやや、定義テクってる、テクってるやや、テクってるでしょ、はい、テクってるって今でも言うかもしれない俺、定義テクってるの方言じゃなくてフィッシュっていうのが流行ってたらしい。それはまあ、それは別にフィッシュフィッシュ、それは誰でもフィッシュ、いや言わん、
俺は言うけど別に、俺は使わなかったけど。いやいや、その